はい、長渕剛の大夏日本フライデー、今夜もバリさん、始まっておりますが、始まってないところもあります。ですね、今、名古屋のひつまぶしと、それから味噌煮込みうどんの話しましたがね、結構俺も食通でしてね、まあ食通といってもね、イタリアンとかなんとか地中海料理とかそういうのはあんま分かんないんだけども、まあ行ったとこ行ったとこの新鮮なこう素材、新鮮なまあ料理、それ好きですね、やっぱり。自分で作るのも好きだし、前も話したかもわかりませんが、まあしかしいずれにしても名古屋、最高でした。コンサート、先週の土曜日、はがきメールたくさんいただいております。コンサート最高でした。燃え尽きました。やっぱり長渕さんは最高のアーティストです。歌詞間違えても関係ないです。へへへ、すいません。っていうか、南向きの窓は嫌な人もいるだろうし、おい。つっかもないよな。東京青春朝焼け物語で、南向きの窓がたまらなく好きだったって歌、あれ歌詞じゃない？南向きの窓がたまらなく嫌だったって。間違ったと思ったんだけど、しれーっとそのまま歌うしかない、この俺。なんてやつだと思いながら。で、それのツッコミが今日かなりメール来てんだよ。お前、いじめんだよ、これな。歌詞間違えても関係ないです。っていうか、南向きの窓は嫌な人もいるだろうし、ところで質問ですが、ツアー終わったら体重は落ちないんですか？ツアー終わったら体重落ちるよ。僕はあの日1日で2キロ落ちましたよ。おまけ。おまけに、毎回なんですが、右太ももが、何？右、手のひらぐらいに、赤く腫れ上がってしばらく引きません。でも痛みも忘れ、右拳を天空へ突き上げてました。本当に毎回燃え尽きます。長渕さんも体に気をつけて残り2箇所燃え尽きてください。あと横浜までには南向きの窓好きになっててください。名古屋市中区松本流星君からありがとうございました。ちょっと東京青春朝焼け物語すいません、歌詞間違えました。この歌です。聴いてください。間に合わないですよね。今急に言われたってね。名古屋のライブ行ってきました。これはですね、伊藤良平25歳。豊橋市からいただきましたよ。あのね、これ面白いよ。名古屋のライブ行ってきた。と、強いすげえよ。あんなに動き回って歌い続けるなんて。でももっとすげえのは、あのたくさんの人の中からめっちゃ可愛い女の子を見つけて、ステージで踊ってしまうなんて、おい、ロックだよ、ロック。わかるか、お前ら。ロックなんだよ。いや、強しの女を見る目も最高でした。いや、最前列にね、可愛い女の子いたのよ。ねえ。いや、結構いた。最前列、右の方、俺のステージからって右の方にもいたし、真ん中にもいた、左にもいた。ほいで、ラグビー場のあの左の、あの観覧席っていうのかな、あの左右に、あの応援席あるじゃない。あそこも、今回、観覧席にしたもんですからね。で、そこのね、2番目のポールのところでね、ひまわりを左右に振ってた女の子、これも可愛かったですよ。もう、でね、ほんで一番前に女の子いたもんだから、後半戦の盛り上がりのところで、もうロックだから、バッお前来いってステージ上がってきて、一緒にダンスなんかしました。最高のロックショーでしたけどもね。あの真っ赤歌詞を間違えるってのはよくありますね。まあ俺のお客さんってほら、お前らみんな歌詞を覚えてるもんな、俺よりな。気に入られたやな。俺より覚えてるってのはすごい。俺恥ずかしい。うん、ごめん。俺ごめんって言うしかない。南向きの窓がたまらなく嫌だったって好きなんだろ、南向きの窓が。よかったんじゃないか。貧しいながらも不動産屋を回って南向きの窓だった。ここが良かった。そして君と暮らし始めた。台所に立った君の姿、その後ろ姿を見て俺は覚悟したんだ。そういう懐かしい、その懐かしい、非常にこの純朴なね、東京に出てきたての俺が感じた。なんで南行きの窓を嫌いになるのか、嫌だったって歌っちゃったのかね、ポロッと言っちゃったのよ。もうそれごめんなさい。この歌聞いて